イスラモブナ、カリモバは、タシケント出身のウズベキスタンの政治家、実業家。文化問題担当外務次官。イスラムカリモフ元大統領の長女。政治科学準博士。1992年、タシケントのミルゾウルグベク名称ウ,ウズベキスタン。国立大学国際関係学部を卒業。学生時代、民間会社で通訳としてアルバイト。 1992年から1997年、当時の夫であるマンスール・マクシディと共に、ニューヨークで暮らし、宝石装飾デザイナーの勉強をし、ダイヤとサファイアの指輪の制作に興味を持った。1997年、外務省附属世界経済外交大学の専任講師となり、アメリカのハーバード大学で学ぶ。1997年7月から2003年9月、 政治問題担当外務省顧問。2003年9月から2005年末、中ロ大使館の参事官、講師。2004年3月、ウズベキスタン文化、芸術フォーラム財団の共同創設者となる。2005年から、政治研究センター長。2008年2月1日、文化問題担当外務次官。同年9月17日から、中国連。 在ジュネーブ国際組織ウズベキスタン共和国常任代表。汚職で父と対立し、2014年2月以降は、軟禁状況に置かれていた。2019年3月から収賄の罪で収監され、現在服役中。同年6月23日、シャブカトミルズイアフ大統領に対し、娘のインスタグラムを通じて、 国家の利益のため12億ドルを国庫に提供したので、釈放してほしいと訴えた。2020年2月、スイスの銀行にある約760億円の資産を政府へ渡す代わりとして、刑事責任追及の停止をミルジオ F 大統領に求める書簡を公開した。1992年から2001年、マンスル・マクスジと結婚生活を送る。一難一条も受けた。 2002年6月29日、グリナラ名義で、モスクワの総面積420平方 M の3階建て、5部屋の邸宅を購入した。フィナンシャルタイムズの情報によれば、2003年6月10日、ニュージャージー州最高裁判所は、グリナラの逮捕と訴訟費用320万ドルの支払いを命じる決定を下した。ありがとうございます。